10代、大村彦太郎10代、大村彦太郎から1927年12月13日は、明治から昭和初期の実業家、政治家。10代、白木屋当主、貴族院多額納税者社議員。陽名、数義郎、別名、売券。山城国境と境町通り二条の白木屋本宅で、9代、大村彦太郎の長男として生まれる。 6歳で上京し、養育を、白木屋支配人2名に託され、1875年尾下塾に入塾して、漢学を学び、その後、商業祖、む学校を卒業した。同業五福店の視察のため上の松坂屋五福店で、編名を用いて、約2ヶ月間、小僧を見習いとして勤めた。白木屋での勤めを続けたが、時代の崇勢から、 従来の商法の一新の必要性を感じ、1887年、白木や重役と共に渡米し、数ヶ月間、英語の習得に努め、さらに渡英して、シェルトナムの中学校で学び、ケンブリッジ大学を卒業した。その後、織物製造業の研修のため、ブラッドフォードのアーサー・ラビット・ラ社店に入店し、副次売買、輸出入直接取引について研究した。フランス、 ドイツに8ヶ月滞在して、1895年5月に帰国した。1895年10月に10代彦太郎を襲名した。従来、横浜、神戸の輸入省を通して行っていたラ社の輸入を直接取引に転換し、共同輸入組合を設立し幹部となりその普及に尽力した。1904年従来の店売り方式を転換し、 土蔵三階建ての店舗に改築して、陳列販売の方式を採用した。1919年2月、白木屋を個人商店から、株式会社に転換して社長に就任。さらに店舗を鉄筋コンクリート建て都市百貨店化を実行し、大阪支店と本店の改築、丸の内支店の新設など事業を拡大した。以前から和田と寺からの援助を受けていたが、 彼から西野江之助の推薦を受け1921年7月に社長を退任した。1923年9月の関東大震災で本店が全焼するなど多大な損害を被り、1927年2月、西野が社長を辞して再び社長に就任し、山田人造を専務として復興に尽力し、同年9月に本店の建築を着工したが、 同年12月に、風から肺炎を併発し、同月13日に、京都の本邸で死去した。1904年、1911年の京都、市長選で2回落選。また、1918年京都府多額の税者として、貴族院議員に御選され、同年9月29日から1925年9月28日まで在任した。その他、 日本お売物監査役、東京銀行監査役、京都府博覧会幹事長、東京商業会議所議員、道常議員、京都博物協会会長、京都美術協会副会長、京都府教育会副会長などを務めた。佐藤、用局をたしなみ、裏千家十三世炎農祭と信仰があり、今日案が水日市利休堂、利休蔵が人手に渡ろうとした際に、 裏千家に代わって、資材を投じて買い戻した。ありがとうございます。